さあ、1メートル走決勝です。レディー。さあ、スタートし、ゴール !1 位は分かりませんでした。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけど、もうすぐオリンピックということで、本当にやるのかどうかはまだわかんないとこなんですけど、なんか最近ニュースで3月までに観客の受け入れをどうするか決めるってことらしいんですけど、まあ、そのニュースを見て、なんかオリンピック競技ってどうやって決めてるんだろうって。昔あったけど、今ない競技とか結構あるよなと思って、まあ、これにちなんで、今回は消えていったオリンピック競技っていうのを紹介したいと思います。たくさん調べてまいりました。で、なんかオリンピックの競技ってどうやって決めてるかというと、その場所と季節に応じて、競技数と種目が変わったりするものらしいんですけど、今回の東京では最多の33競技339種目やるらしいんですよね。なんか種目がシンクロとか競泳とか、まあ、そういったものを合わせて水泳で1競技になるみたいな感じなんですけど、で今回はかつてあったけどやってる過程でいつの間にかもうやらなくなった大人の事情競技を紹介していきたいと思います。あ、こんなんもあったんやと思いながら聞いてください。早速です。1つ目、鳩射撃。はい、もうなんか聞いただけでアウトな匂いしてますよね。これ何を競ってたかと言いますと、鳩を撃ち落とした数で競うっていうね、動物愛護団体ブチギレ競技ですよ。これ1900年のパリオリンピックのみで開催されたらしいんですけど、まあ、なんとこの競技で300羽近くの鳩が射撃の的になったらしいですね。さすがに心痛いですよね。これちなみに優勝したのはベルギーのレオン・デ・ルンデン選手、21羽の鳩を撃ち落として優勝したらしいですね。まあ、おそらくやってる途中でちょっと鳩殺しすぎじゃないかってなったんですかね。これが次回からクレー射撃に切り替わったらしいですね。これね、だからクレー射撃の起源は鳩だったということですね。次です、2つ目、綱引き。はい、こちらね、今運動会とか体育祭とかでしか見なくなった綱引きであるんですけど、これも実は過去にオリンピック競技でした。今もね、国際綱引き連盟っていう団体はあるんですけど、こちら先ほどの1900年のパリオリンピックから1920年のアントワープ五輪まで実施されたそうですね。もうほんとルールそのままで、大人が引っ張り合って陣地に引き込むというルールなんですけど、実はこの綱引きの歴史調べてみたら、この綱引き自体は4000年以上前からあったらしいんですね。だから歴史あるスポーツなんで、別にオリンピックになってもおかしくないんですよ。でだんだん他の競技っていうのは盛り上がってきてなくなってしまってはいたんですけど、先ほども言ったように2002年に国際綱引き連盟っていうところが国際オリンピック委員会に加盟したんで、まあ、もしかしたらこの綱引きが復活するかもしれないと言われてますね。いや、これは絶対盛り上がりますよね。なんならこれ今からでもオリンピック選手目指せますよね。体鍛えてね、これすごい盛り上がると思うんですけどね。次です、3つ目、シンクロナイズドスイミングのソロ。はい、これシンクロって名前変わってるんですけど、まあそれ後から説明するとして、当時はシンクロのソロって言われてたんですよ。かなりシュールな感じしますけど、これ昔はオリンピック競技だったそうです。意外と最近で、1984年のロサンゼルス大会、そして92年のバルセロナまでですね、ソロで行うシンクロがありました。これ何を点数にしてたかというと、いかに複雑な動きができるかだったらしいんですけど、いつの間にかしれっと消えてたらしいんですね。まあ、これおそらくなんですけど、何とシンクロしたんって話になったと思うんですよね。でもこれが変化してって、新体操になったとも言われてるんですね。ただこの競技自体っていうのが全然あるみたいで、まあ、世界大会とかでもあるんですけど、ちなみにこういったのもあってか、シンクロって名前は今変わってて、アーティスティックスイミングになってるらしいんですね。この名前だとソロでも全然違和感ないですよね。気になる方は YouTube に動画あるんで調べてみてください。次です、4つ目、スウェーデン体操。はい、お次は体操ですね。これ1912年のストックホルム、まあ、スウェーデンですね。その大会から20年のアントワープベルギー大会ですね、まあ、ここだけで行われた幻の競技なんですけど、まあ、体操って聞くとバク宙とかバク転とか空中を回転したりするのかなと思うでしょう。ちょっとどんなのか見ますか。どうぞ。はい、ゆらーゆらーって、これが競技だったみたいですね。ただこの体操ってものすごいいろんないい要素を取り入れたものらしくて、あの僕らも知ってるラジオ体操第一あるじゃないですか。ラジオ体操第一ですって、このスウェーデン体操がだいぶ参考にされて作られたみたいなんですね。だからそう考えたらラジオ体操がオリンピック種目だったら面白いですよね。ラジオ体操ガチ勢みたいな。でね、今の学校にあるか分かんないですけど、体育館に画面見れる方見てほしいんですけど、この形のでかいやつが隅になかったっすか。これ六木って言うんですけど、何に使うん思ってたでしょう。これ実はあのスウェーデン体操の名残で置いてあったらしいんですね。これ姿勢の矯正とかできる体操器具だったらしいんですけど、まさかここで謎が解けるとは思いませんでしたね。次です、5つ目、 60m 走中途半端。はい、その名の通り 60m で誰が一番速いかを決める競技でした。これはね、1900年、そして2004年大会で行われたんですけど、1900年大会の金メダルの方が米国人の方で、記録が7秒ちょうど。ピンとこないでしょ。多分こんなんで刻み出したらキリないなと思ったんでしょうね。なくなっていきました。ただこれも正式種目ではないんですけど、世界大会とかあってるんですよ。これ調べると面白くて、80m
100m まではこの選手の方が速いとか、 100m で競った時はこの選手の方が速いけど 60m になると結果が変わったりするのがやっぱりこの陸上の世界らしいんですね。もうこの 60m っていう距離がね微妙に短いんですけど、ここを練習することで 100m を9秒台に上げたっていう選手もいるらしいんですね。だからもう一斉のこと振り切って 1m 走やりたいですよね。よーいからがめっちゃ長い、1時間とかずっとこう待たされて急にパーン、いつなるか分かんないみたいな反射神経ゲームね、これ審議体が問われるって参加したいですよね。はい、まあこんな感じなんですけど、他にもたくさんあるんでね、ここからざっくり紹介したいと思います。魚釣り、はい、これ魚釣ってました。もうこれその日のコンディションでだいぶ変わると思いますね。次です、熱気球、はい、これどれぐらい飛んだとかどれぐらい走ったとか、最後にはどれぐらい正確に着地したかっていうので勝敗決めてたらしいんですけど、はい、まあお察しかと思うんですけど、いい熱気球作った人の勝ちですね。なんか機械技術が大半を占めすぎてなくなっていきました。ちなみにフランスの圧勝だったそうですね。次です、ピストルケット、はい、まあこれローの弾を使って1対1であのセーブ劇みたいなことやってたんですよ。ただ当たるとかなりのダメージがあったんで、みんなものすごい厚着してたんで、まあいつものコンディションじゃなかったみたいなんですね。これ1900年初頭にやってたんですけど、まあちょっとガチの打ち合いが始まったっていうのもあってなくなってきましたね。ただこれがサバゲーの始まりだっていう声もありますね。次です、犬ぞり競争、はい、1周40キロを2日間チームでぶっ続けてワンチャンストーリーで走りますね。これ一見犬が頑張ってる見せ物かよってなるんですけど、まずこの犬ぞりっていうのが歴史的なものだったんですよ。この競技の後のすごい英雄エピソードっていうのもあって、この開催された後の1925年の1月ですね、ベーリング海に面したアラスカ州西部の町ノームっていうところがあるんですけど、この町が伝染病のジフテリアというのが発生するんですよ。この治療を行うには血清が必要だったんですが、その町には全員分の血清がなかったんですね。加えてね、当時大寒波が起きていて、もう陸海空全部雪だったんですよ。なので船も止まってるし、馬車もダメだし、血清というのが約1000キロ手前の町で足止めされてて、住人約2000人がもうこれ無理なんじゃないかっていう風な危機を迎えてたんですね。でこの事態にかつて行われた犬ぞりでリレー方式で輸送しようという計画がなされたんですよ。でノームまでのルート上に点在する町の各区間をね犬ぞりで運ぶっていう、まあ、そういったプロジェクトが行われまして、約1085キロの道のりを5日間半かけて20人の選手と150頭の犬がそれぞれの区間を走って、なんと見事たどり着いてノームの人々を全員救ったんですね。だからこの競技のルールっていうのも、犬がもし1匹脱落しても必ず犬をそれに乗せて全員でゴールしないと失格になったりとか、犬とその選手の友情も大事になるものだったんですよ。ただ次第に犬ぞりの文化っていうのもなくなっていって、やっぱりこのエピソードを聞いてもどちらかというと犬の方が頑張ってるってこともあって、まあ、開催されなくなっていったみたいですね。はい、というわけで以上消えた競技でした。他にもたくさんあるんで気になった方は探してみてください。じゃあ逆にですね、今後オリンピックになるかもしれないスポーツ紹介するんですけど、まあ、本当一番有力なのは e スポーツじゃないかなと思いますね。まあ、今すごいですからね、かなり有力じゃないかなと僕は思いますね。じゃあ逆にオリンピックにならないスポーツ、もうそれがダントツで剣道かなと思いますね。はい、これ日本からアジア、そして世界へ歴史あるスポーツなんですけど、やっぱりどうしても防具とかにお金かかってしまうんで広く普及してないっていうのも理由なんですけど、この最大の理由が勝敗を決する一本あるんですけど、これがね目の前で見ても一般の方に非常に分かりづらいっていうところ、これで僕も剣道やってたんで分かるんですけど、もう審判は達人が3人いないと難しいと言われてるぐらいで、ただこの審判が一本と判定したけど、テレビの前の僕たちはどこが一本やったってなったりする可能性があるんですね。だからこれを世界で開催するってなった時に、そんな達人が何人もおんのかっていう話にもなってくるんですよ。さらに剣道って審議体っつって、単純に強さだけでは測れない品格あるスポーツとされてるんですよ。例で始まって例で終わるじゃないですけど、まあ、それがね世界大会の映像とかを見ると分かると思うんですけど、ガッツポーズでわーって騒いだりとか、まあ、市内悔しくて投げちゃったりとか、そういった品格というところがオリンピックになった時に失われるかもしれないということで、まあ、オリンピックと剣道の本質って違うよねってことでできてないみたいですね。面がバチーンって入ってもシャキーンってしてたら一本取られないとか、本当にシビアなスポーツなんですよ。だからまだ難しいなんて話もありますよね。ただオリンピック競技になればかなり日本人選手が活躍できる武道じゃないかなと思いますね。はい、というわけで長くなりましたが以上でございます。気になる競技よかったら調べてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。